まずは今日決勝が行われた男子サッカーです。大分と中津東が対戦しました。両者譲らぬ拮抗した試合が動いたのは前半30分でした。中津東はショートコーナーからゴール前に高いボールを送り、1年生の上津がヘディングシュート、先制に成功します。さらに後半12分、ゴール前の混戦から上野がボールを押し込み、中津東が試合を決定づける追加点を決めます。大分は最後まで粘りますが、そのまま試合終了。2対0で中津東が7年ぶり3回目の優勝を決めました。本当にもう嬉しかったです。相手の上手いところを出さないようにすることができたので良かったです。続いてはラグビー。決勝は7大会連続同じ顔合わせ、大分東明と大分マイズルのライバル対決です。前半に3連続トライで主導権を握った東明、後半開始早々にも2年のセニビツ・イリーサが決めてさらにリードを広げます。一方のマイズルは後半15分にトライを決めますが、後が続かず結局40対5で大分東明が2年連続2回目の優勝を果たしました。一人一人の力が出し切れてない部分だったので、次の九州大会ではもう 100% 出せるように頑張っていきます。